サイモン・サイモンは、ラルフ・ベアが発明した記憶力を競う電子ゲームの一種。直径33センチメートル。ボタンを強く叩いて遊ぶため、かなり頑丈に作られている。1978年に、米国のタイガー・エレクトロニクスから発売されてヒットした。今では、ゲームの古典の一つとみなされており、テレビゲームやパソコンゲーム、フラッシュゲームとして、 しばしばリメイクされている。日本では1978年に米沢玩具から発売されている。典型的なサイモンのゲームプレイは以下のようなものである。サイモンは上面の4方向に大きなボタンを備えており、それらは色分けされ発光するようになっている。また発光と同時に固有の音が鳴る。まずサイモンが4つのボタンのうちいずれかを発光させる。 プレイヤーはそれを覚えて同じボタンを押す。次にサイモンは先ほどのボタンを再度発行させ、それに続いて新たにいずれかのボタンを発行させる。プレイヤーはこれを覚えて2つのボタンを順に押す。さらにサイモンは同様に先の2つのボタンに続いて新たにいずれかのボタンを発行させる。プレイヤーはこれを覚えて3つのボタンを順に押す。以下同様に、 サイモンがランダムに選んだボタンを追加して指示していき、プレイヤーはそれまでの手順を確認しつつ新たなボタンを記憶して指示通りに押す。プレイヤーが間違えずに規定の回数に達すれば、プレイヤーの勝ち、間違えれば負けとなる。勝利条件である規定回数の高や、サイモンの指示のスピードによって、ゲームの難易度を調整できる。 似たような機能や遊び方の玩具も他社から販売されている。ABCDE コアムックシリーズナン、no. バー682電子ゲーム懐かしブック P27 ありがとうございます。